長崎市の話題をお伝えする知っとく長崎です。今回は創造的で豊かな心の育成をテーマにお送りいたします。スタジオには長崎市教育長馬場豊子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は教育がテーマということなんですが、はい、まあ、私も2人子供がおりますのでこの分野には大変興味があります。はい、よろしくお願いします。小中学生のお子さんをお持ちのお父様お母様は、まあ、多少はご存知かと思うんですけれども、長崎市は次世代を生き抜く子どもを育てることを目的に今新たな取り組みに挑戦しているんです。創造的で豊かな心の育成のために国際理解教育推進プラン、もう一回言いますよ、国際理解教育推進プランをもとに子どもたちの教育を行っているんですよね。はい、これは、はい、子どもたちは今から大人になると今よりもっと国際化が進んだ中で活躍してもらわないといけませんが、長崎市の子どもたちもぜひ国際感覚豊かな大人として活躍してほしいと願って取り組んでいるものでございます。なるほど、国際感覚豊かな子どもたち、まあ、私今35なんですけれども、私が小学校中学校の時はここまでその外国の方が学校に来てとかっていう授業はなかったんですよね。そうですね、やっぱり変わってきてますよね。そうですね、国際理解教育というと難しい感じがしますが、長崎はもともと交流で栄えた町で、外国の方とか国内外からたくさんの方が来られて、またその違った文化とか違った国の人をずっと受け入れてた、そういう DNA があると思います。そういう DNA を磨いて、ぜひ外国の方であっても違和感なく理解し異文化を認め合う、そういう気持ちを持った大人に育ってほしいと願っております。この国際理解教育推進プランでは、国際感覚豊かな子どもの育成を図るため、小中9年間を見通した国際理解教育を実践しているんですよね。で、具体的に3つのプランがあるんです。目指す子どもの姿、こちらです。こんな子どもになってほしい、認め合う心、郷土愛、そしてコミュニケーション力とあります。はい、この認め合う心というのは、やはり異文化であったり違う国の方であっても、お互いの違いを認めて、そして理解をしようと、そういう心を持ってほしいというのが認め合う心、郷土愛というのは、やはり国際的に活躍する人であるためには、やはり英語だけではなく自分のことをしっかり語れる大人でないといけないと思っています。そういう意味では長崎のこと、日本のこと、そして自分のことをしっかり分かって、アピールできる、そういう力も欲しいと思ってます。はい、それともう一つ、コミュニケーション力、これはやはり相手のことを理解しようと思って一生懸命聞く、そして自分の思いをしっかり伝えようと思って一生懸命伝えようと努力する、そういうのがコミュニケーション力だと思ってます。そういうのをしっかり身につけた大人として育ってほしいと思ってます。はい、で、国際理解教育推進プランの具体的な内容、今取り組んでいることがこちらなんです。はい、小中9年間を通した国際理解教育ということで、小中9年間というのがやっぱりポイントなんですね。はい、これがポイントです。はい、今まで小学校中学校それぞれ頑張ってやっておりました。でも小学校6年間中学校3年間合計9年間を見通してしっかり育てていこうということで、はい、今 ALT さんというのがですね、母国語を英語とする外国の方、そういう方を学校に派遣をしております。はい、そういう取り組みと、もう一つは国際交流イベント、あるいは観光船観光客の交流、そういうことを通しまして、体験として交流をしながら、国際感覚豊かな子どもを育てたいというものでございます。長崎市では今年度の2学期からこの ALT を14名から26名に増やしたと。はい、で、必ず週1回は全ての小中学校にその ALT がやってくるという形にしてるんですよね。はい、これはもちろん授業の中でも ALT さん活躍していただきますけれども、はい、給食の時間とかお掃除の時間とか、一緒にいることで外国の方を全然違和感なく接すること、そういう心を育てたいと思っております。また5、6年生にはぜひいろんな英語のシャワーを浴びせたいと思っています。 ALT さんだけではなくて、他にも長崎に在住される、英語を得意とされる方、日本人の方であったり外国の方であったり、そういう方々にも学校の方に入っていただいています。また中学校では、今度は英語で自分の考えを伝え合うことができるように、少し密度を濃く
相手の LT さんと英語でディスカッションをしながら、自分の伝えたいことを伝えきるようなそういう取り組みも行っております。で、具体的な内容の写真があるんです。ご覧いただきましょう。これはハローイングリッシュというもので、小学校の1年生から4年生までを対象とした取り組みなんですね。そうですね。これも各学校必ずLT さんに行っていただいてます。 LT さんと一緒にゲームをしたり、遊んだり歌ったりする中で英語が自然と身につく耳に入る、そういう環境を作っていきたいと取り組んでいるところでございます。子どもたちきっと楽しいでしょうね。もう非常に LT さん大好きです。はい。これはですね、スペシャルハローデーと言いまして、普通は一人なんですが、たくさんの LT さんにお招きして、はい、そしてみんなで、ゲームをしたり歌ったりやっております。また全体会でした後に各学級に行って、またそれぞれの取り組みをしたり、そういうことで常に外国の方と違和感なくいつでも喋れる、そんな子どもたちに育ってもらえればと思ってます。みんないい顔してますよね。自然と笑顔がこぼれるといった感じで、本当はなんか笑い声が聞こえてきますね、この写真からもね。そして長崎ならではの異文化体験活動も行っていると。はい、はい、こちらは、はい、これは観光船、長崎の港は本当にたくさんの、観光船が来ます。はい、その時に子どもたちが行きまして、英語を使って、長崎を紹介したり、そしてお互いに話し合いをしながら自然と、外国の方と接すればということで、非常に機会が増えております。また中学校の子どもたちは自分たちで日本の文化を説明したり演じたりしながら、お迎えをしながら、おもてなしの心を育てながら外国の方と違和感なくお話をする、そういう機会ですね。本当長崎ならではの取り組みといった感じで、外国の方も喜ばれるでしょうね。そうですね、非常に好評です。これは長崎だからできる取り組みではないかと思います。そして国際交流イベント事業ということで、アジサイイングリッシュデー、はい、これは今年から始めました。これは出島で行っているんですが、はい、出島は昔から外国の方がたくさんいらっしゃった場所ですよね。そこを使って ALT さんと一緒に ゲームをしたり、一日過ごすんですが、 ALT さんは英語しか喋らないでくださいとお願いしています。そうなんですか。だから子どもたちは片言でも日本語を使ってでも一生懸命伝えようとしています。もう非常非常に好評です。またしてくださいという声がたくさん届いております。これ親御さんも一緒に、親御さんも一緒に来るんですが、親御さんは中に入っちゃダメです。そうですか。子どもと LT さんともう一つチームになって一生懸命、なんとかゲームを到達していこう。もちろん親御さんも一緒に回られますけれども、ゲームとかスタンプラリーとか、本当楽しいことがいっぱいなので、たくさんあります。自然とですね、身につくと。この12月にはですね、2回目を計画しています。2回目はですね、ちょうど12月なので、クリスマスをイメージしまして、ケーキを食べながらグループになりながら、LT さんに、直接注文をしたりですね、これももちろん英語です。でゲームをしたり、英語でないと、先に進めないような、そういう仕組みをあちらこちらに置きながら、自然と英語が喋れればなと思ってます。チャレンジですね、子供たち。いや、私ちょっと自信ないな。どう、意外と日本語だけでも一緒に伝えようと思えば伝わる、一言 の単語でも使えればですね。向こうは英語だけですけど、はい、こっちは日本語多少出しても伝わればいいんですよね。大丈夫、伝わればそう、まさにコミュニケーション、はい、あ、そうですか。力がつきそうですね。そうですね、本当にね。というわけで、さまざまな取り組みを今小中学校でなさっているんですけれども、この子どもたちの教育のほかにも、その家族、親御さんを支援する事業もあるということで、それがこの春から始まったファミリープログラムというものなんですね。長崎ファミリープログラム、こちらは、はい、本当に親御さんは子どもを産んだら親になりますが、はい、やはり育てながら親として育っていきます。そういう機会がなかなか少ないのではないかと思っています。各家族共働きも増えてまして、時間そのものが少ない、それと一緒に、情報がありすぎて何を信じていいかわからないという悩んでいる親御さんが多いと思います。はい、ぜひ自信を持って子育てをしていただきたいということで、この取り組みを始めております。はい、もう各学校で行われているので参加したという方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんが、おとといですね、西浦上小学校でファミリープログラムあったんですよ。それに私が行ってきました。写真で撮ってます。もう一つの教室にお母様がほとんどですけど、何人かお父様もいらして、6、70人ぐらいいたのかな。すごく賑やかな空間で、もうワイワイといった感じだったんですけれども、6人でだいたい1グループになって、
この日のテーマは上手な褒め方叱り方というテーマだったんですね。でこれに沿って、まあ、それぞれの家族でどんな風に叱ってるか褒めてるかっていう言葉をいろいろ出したりとかして、でファシリテーターと呼ばれる進行役の方がですね、まあ、いろんなアイデアとかを出してくださったりして、本当ね1時間半ある時間だったんですけど、すっごい楽しかったです。もちろん私も皆さん知り合ったことのない知らないお母様だったんですけど、すごく楽しく優しく面白くね、いろいろと会話をなさってくださって、本当いろいろ勉強になりました。で今黒板に書いてるのがですね、お子さんの褒め方のパターン、これは教えていただいたんですよね。普通なんかできたねとかよく頑張ったねっていうことは、まあ、よく言う結果っていうことであるんですけど、子供ができた時に褒めるのは当たり前と、できなかった時にどう褒めるのか、そこが大事だよって。でもできなかった時にどう褒めるのってこと知らないので教えていただいたんですよね。そうですね、やっぱり何を子供が今まで頑張ってきたか、その経過を見ないことにはやっぱりできなかった時にも褒める言葉が出ないってこと。そうです、やっぱり子供はずっと見ていなきゃいけないですよ、やっぱポイントがね少しずつありまして、それを知ってるか知ってないか大きな違いだと思います。もう18のプログラムあるんですが、はい、それぞれの PTA の方が好きなテーマを選んでおります、非常に好評で、そのプログラムの終わった後にはですね、はい、もうまずは皆さん楽しかったという言葉が出てきます。で知り合いになったとか知らない人と話し合いすることで本当に楽しくお友達ができたとか、ああ自分が悩んでるのは、はい、皆さんも一緒だったんだとかね、共感をねたくさん得ることができて、そういうことでやはり悩んでることが自分だけではないということでお友達が増えるとか、次会った時にはまた違う相談事をしてみるとか、お友達の輪が親御さん同士が増えていく、そういうのも大事だと思っております。ぜひどんどん拡大して増やしてほしいな、こういう機会をと思いました。長崎ファミリープログラムを覚えておいてください。こちらに参加したいと思われる方はですね、所属の学校や PTA 役員の方にご相談なさるか、長崎市教育委員会障害学習課、こちらまでご連絡ください。電話番号は 095-829-2044 となっています。もうやはり未来を担う子どもたちのこう健やかな健全な育成教育っていうのは本当大事ですよね。そうですね、子どもは宝ですもんね。はい、最後に一言お願いします。はい、今後はですね、ぜひ幼稚園保育園小学校そういう連携ですね、そういうものも大事にしていきたいと思ってます。ぜひ子どもに携わる大人たちが手を携えながら情報交換しながら長崎の子どもをいい子に育てていければと願っております。10年後20年後の長崎が楽しみですね。本当楽しみです。ここまでは創造的で豊かな心の育成をテーマに長崎市教育長馬場豊子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。